どれだっけ。これだよ。どれ。じゃじゃん。青くんがですね、これについてね、これ絶対読みたいって言ってたので、いきます。二人は付き合っているのという質問です。どうぞ。ぶっ殺すぞこれどっち、プロレス、プロレス、あ、違う、ガチ切れ威嚇してるからガチ切れだ殺すぞだそうです。マシュマロの主は背後に気をつけてください。はい。ちなみになんですけど、あの、まつりちゃんと雑談コラボをした時にも来ました。まあこれは男の子と女の子が喋ってるのを見たらそう思ってしまうという。そうなんですよ。これはだからこういうコラボの差が、うん、手帳あれ、あの、あれはなくていいな、はい、殺すぞって言われる。ああ、それ言ってあるよ。あ、言ったんだ。え、うん、それ読む。店長は、はい、青くんとオフコラボしたら殺すぞって言われてます。そう言われてます。私はもうマシュマロに来ました。ちなみになんか、うん、それ関連でちゃんとその話題がマシュマロに来ててこれ殺すぞのやつじゃないんですけど、はい、アルさんが青くんとオフコラボしたら殺すぞとマシュマロをもらったと言ってましたが、うん、逆に青くんはなんかそういう過激なマロもらったことあるんですか。言えないか。僕のマシュマロはね、うん、長文で、おんおん、青くんと付き合っていたらっていう妄想のマロが来るけど、うん、その人、そのガチ恋勢の人もなんか、あの、アルランディスさんとコラボするのすごい面白いって言ってる。ガチ恋勢ですら。 ありがとう。うん、ありがとう。マシュマロもある。なぜかうちのガチ恋勢は多分青くんが一切店長に、あの、その気がないことを分かっているからそういうのないんだけど、逆に何々ちゃんとコラボしてると役って女の子の方では。あ、そうなんだ。なんで、なんでなの。え、結婚しようとか言うからじゃない。あー、なるほどね。ちゃんと心に決めた人にしか言ってないよ。あー、が全員なんだ。そんなことないさ。記憶にある限り。ある子も女子だけど、ある子のこと口説いたことないじゃん。だってある子は、あ、青子のこと振るもん。うんうんうん、まずある子に興味ないよ。ある子のことだってうんこだと思ってるもん。俺もう振ってるもん。もう振ってない。もう、あの、まず告白しないと触れないんだよ。いや、もう全然ごめんなさい。あのね、言っとくけど、うんうん、店長、何ですか。刺されるよ、パパに。パパで、ちょっと待って、え、だってあれでしょ、パパというに、パパはどちらかっていうとそのガチ恋勢じゃん、ね、だから娘さんとそういう気持ちは一切ないですよって言った方が安全じゃないの。しないですよってなったら、あのね、パパっていうのはね、複雑なの。ガチ恋勢はそれで納得するの。なるほどなるほど。けどパパは、うん、おい、俺の娘の前でなんだその態度。全部、全部ダメなやつじゃん。そう、全部地雷。うちの娘が可愛くねえってのかっていうタイプ、ね、そうそう、それもある。うわー、大変だ。僕の前では、あーちゃん、パパがプレゼント、これ、昨日ね。うん、昨日なんだ。あーちゃん、パパがプレゼントしたスニーカー、もうずっと履いてくれてありがとう。でも、もうこれ、ボロボロだから、うんうん、新しいの買ってきたつって、え、ナイキのエアフォースくれた。パパ優しい。誕生日でも何でもないのに買ってきてくれた。それはいいね。いいパパだね。いいパパです。本当、僕の周りにいる男の子にだけ厳しい。あ、そうなんだ。それ以外は優しい。優しいんだ。はっ、ということです。何のマシュマロだったっけ、はい、違う違う、なんかやばいマシュマロは僕のとこには来ていません。過剰なマロ来たことないです。あ、今のとこ来てないだけです。来たらしょんぼりするかも。じゃあ送らないでください。送らないでください、はい、ダメですよ。え、マジで来たことない。